はい、マジセミ寺田です。皆さんこんばんは。今日もですね、時間になりましたので対談の方を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。それではですね、ちょっと画面共有しながら進めさせていただきますが、より遅い時間なのでですね、皆さんリラックスして夕飯取りながらなどですね、聞いていただければと思いますが、今日はこの後ご紹介するですね、住友金属鉱山の佐藤さんと私でですね、今日も熱い議論をですね、していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はですね、DX ですね、DX のゴールということで、そういうテーマでですね、解説をしていきたいと思います。UX が重要だよっていう話も今日はしていきたいと思いますけども、最初にですね、初めましての方もいらっしゃるかもしれないので自己紹介をしていきたいと思います。マジセミの寺田と申しますが、もともとですね、野村総合研究所という会社でですね、エンジニアをやってたんですが、独立してですね、今マジセミというサービスをやらせていただいてます。今日もマジセミの仕組みの中でですね、対談セミナーをやらせていただいてますが、おかげさまで今日約80名の方にですね、お申し込みをいただきましてありがとうございます。大変人気なセミナーになりました。はい、今年はですね、年間1000回ぐらいですね、昨年は500回ぐらいだったんですけども、倍にして、やっていくという目標でやってます。この写真はですね、もう昔のリアルセミナーの頃ですね、ちょっと写真ですけども、今は 100% ウェビナーで、運営をさせていただいてます。で、他にもいくつかビジネスをさせていただいてまして、ベトナムのですね、IT スタートアップだとか、クラウド IT 管理のですね、のサービスを立ち上げたりだとか、あとはですね、ガントチャートのサービスなども少し手伝ったりしています。それでは、今日はですね、問題提起なんですが、今日のテーマですね、今日 DX のゴールは何なのかというところですが、ここについてまず最初にですね、少しだけ議論をしていきます。つまりですね、DX って、結構、騒がれているというか注目されてますし、いろんな情報があふれていると思うんですけど、結局 DX って何なのかとかですね、手段についてはいろいろこう、マジセミでもセミナーやってますし、情報あると思うんですよね。こう DX をするためにはこういうツールが必要だよとかいうことは結構言われていると思うんですけど、じゃあどこを目指せばいいのかっていうところはあんまりこう情報がないと思うんです。これ私も別途セミナーをやったりもしてるんですけども、で世の中的にはですね、DX のゴールってじゃあ新規事業やっぱ作らないといけないよねとかですね、今日のテーマであるユーザー体験がやっぱ重要だよねとか、いや生産性を上げることが必要で業務自動化しないといけないよねとか、テレワークとかリモートワークをやることが DX のゴールだよねみたいな、いろんな話があると思うんですね。でここについて今日はちょっと少し最初に佐藤さんと少し話した上で、我々のですね、一応見解としては、やっぱり UX 重要だよねというところが、意見なので、そこ後半はですね、そこに深掘りをしていきたいんですけど、今日はなんとですね、マジセミのサービスを題材に DX をですね、議論ができるということで、皆さんもそのユーザーとしてですね、マジセミってちなみにクライアントとゲストと呼んでるんですけど、セミナーの主催者側と、参加者側と、両方お客様なんですけど、参加者側の方を今日は中心にですね、マジセミのユーザー体験というところを少し議論していきます。で後半はですね、製造業における UX って何なのかっていうところを議論していきたいと思いますので、繰り返しになりますけども、ぜひいろいろですね、積極的にご質問をいただければと思います。それでは、住友金属鉱山の佐藤様をご紹介します。佐藤さん、よろしくお願いします。佐藤さん、ご準備よろしいですか？はい、じゃあ自己紹介すみません、お願いしてよろしいですか？はい、カメラ大丈夫ですかね？これで大丈夫です。はい、住友金属鉱山の佐藤健二と申します。最近は、データ解析の、方の、チームビルディングとかを、進めてますが、もともとは画像処理から始まって IoT、 それからウェブシステム、開発とか、そこら辺の一通りをやってきてます。で最近はその、DX ってよく騒がれてるんですが、その何のためにやるのかっていうのをやっぱり振り返らないと何やったらいいのか決まらないんで、そういったところで会社の DX 関係にも関わってます。結局何やりたいんですかっていうその UX を、はっきりしないとねっていうところに落ち着くんですが、そこら辺とは言われても
具体的にどうすればいいのかってなかなか分かりにくいと思いますので、まあ、そこら辺を今回議論で深めれればいいかなと思ってます。以上です。はい、よろしくお願いします。それではですね、早速議論の方に入っていきたいと思うんですが、そうですね、はい、DX 何なのかっていうところについて、佐藤さんも、住友金属鉱山で単語担当されてたりとか、あとは、まあ、いろんなセミナーでご登壇もされていると思うんですけども、世の中的にはまあ、こういうことが言われていると思うんです。これちょっとごめんなさい、出典を書けばよかったんですが、どこかの調査で DX のゴール何だと思いますかみたいなこうアンケートがあって、この選択肢がこんなところだったんですけども、まあ、ぶっちゃけ今日の議論は佐藤さんと私でやっぱり UX 重要だよねってところが始まっているので、結論は我々の結論は UX だと思うんですが、とりあえず世の中でこう議論されている UX の DX のゴールについて佐藤さんのこう感想っていうか、どんなふうに感じられるかとちょっとお伺いしたいんですけど。はい、もともとその探っていくと、その経営者って理念があって、まあ、夢を抱いてるはずなんですよね。で、最近 そのデジタル技術がどんどん進化してきて、まあ、本当に目覚ましい進歩ここ数年でも起きてますので、そういった技術を使うと5年前10年前には難しいなと思ってたことが今できるようになってきてるんで、だからその本来やりたいと思っていたであろう理念を実現する手段が整ってきたんだからやりましょうっていうのが、まあ、多分大きな流れなんだと思いますね。まあそうですね。じゃあ、まあ、理念とか、まあ会社とかビジネスにやっぱり目的を、そもそもの目的があって、でそれができなかったことが IT の進化によってできるようになってきたので、まあ、それをやりましょうということですよね。だから例えば今働き方改革とか、はい、リモートワークとかありますけど、はいはい、じゃあどんな働き方したいんだっけっていうところに今立ち返らないといけないはずなんですよ。はいはい、いろんな働き方できるんですけど、はい、でもどんな働き方をしたいのかっていうのをはっきりさせていかないと、結局どんな技術を使えばいいのかはっきりしていかないんで、はいはい、多分みんなそういうレベルで迷ってるんだと思うんですよね。そういうレベルって言って、その、まあ、どういう働き方をそもそもしたいんだっけっていうところでってことですか？そうそうそう、例えば、まあ、最近だいぶ分かってきましたけど、その定型業務なんていうのはリモートでできるんですけど、はい、開発のようなそのアイデアをひねり出さなきゃいけないようなのはやっぱり対面じゃないと難しいね、とアイデア出てこないねっていうことも分かってて、うん、だからそういう目的別に働き方っていうのを選ぶべきなんだろうなっていうのが今なんとなく分かってきた段階だと思うんですよね。なるほど。だからそこを吐き出せないと、もうリモートでいいんじゃないのとか、やっぱり対面だよねっていう議論にその終わりがなくなるわけですよね。はい、まあ、ちなみになんですけど、いろいろ言われてるんですけど、別にゴールは、まあ、今日後半も UX の話に言いますけど、まあ、いろいろあるっていうのはいろいろあるんですかね。先ほどのその時間や場所にとらわれず働けるっていうところも、まあ、そういう理想の働き方を追求していくっていうのも一つの DX っていう理解でいいんですかね。そうですね、それはもう手段ですから、そういう自由な働き方をしたいっていう例えば目的があるんであれば、その実現手段の一つとしてリモートワークってあるよねってことですよね。なるほど。じゃあその生産性向上とかも、まあ、目指すべき姿があって、まあ、それが IT によってまあできる、今までできなかったことができるようになってきたから、じゃあそういうのを入れようっていう、それはそれでありということですね。そうですね。で、その時も生産性向上って何っていうところを結構深掘りしていかないといけないんですよ。はいはい。で、要は人間じゃないとできないことを人間がやるべきで、はい、人間じゃなくてもできることはもうシステムにやってもらった方がいいよねとかね、うん、そういう考え方、そうなると本当にいろんないわゆる DX の技術が、はい、必要になってくるわけですよ。自動制御だとか予測だとか、はい、まあ、そういったのがあると、もう型通りの、仕事はもう機械にやってもらえるよねっていうふうになってくるはずなんですね。なんか新規事業
作らなきゃみたいなのは結構強く言われてるような気がするんですけど、そこは佐藤さんから見るとどう感じられてますか？まあ、うちの会社はちょっとユーザーさんとカスタマーと直接お話しすることがなかなかないんですけども、でもその今このマーケティング 5.0 っていうことも言われつつあって、その価値体験だとかお客さん の, その心に訴えないと物が売れないとかいうふうに言われつつありますよね。だからそういうそのお客さんの心に染み入るようなものを、その顧客体験価値体験みたいなものをその深掘っていこうとすると、いろんなアプローチがあると。ものっていうよりはサービスの方に世の中価値がシフトしてってるのかなっていう感じがしますね。それは、つまりそういった方向性で新規ビジネスはやっぱ作ってた方が、まあ、会社によってはいいっていうことですか？そうですね、そこは今その開発途上でそこに手を出してない会社がまだまだいっぱいあるんで、なるほど今までできなかった体験ができるように、なろうとしてる今時代ですから、はい、そこをチャレンジするべきなんじゃないのっていうのが多分今、新規事業をやんなくちゃっていうその流れの元になってると思いますね。なるほど、なるほど。今までのところ整理すると、まあ、会社としてもしくはビジネスとしてもそもそものゴールがあって、今までそこに向かっていくのにできなかったことが相手にできるようになってきてますと。でそれをやるのは一つ DX ですね。例えば、まあ、ユーザー体験についてこの後話しますけど、生産性向上だとか、リモートワーク、テレワークみたいな働き方をどう変えるかみたいなところもあるし、新規ビジネスっていうところもこう新しくこう分野も生まれているので、会社によってはそういうところにどんどん進出していく、のもありですねっていうところですかね。そうですね、わかりました、ありがとうございます。参加者の皆さん、どんどんご質問いただければというふうに思います。ちなみにいろいろこう言われている中で、これちなみにこの対談がどういう経緯でやりましょうになったかっていうと、佐藤さんから私にご連絡いただいて、DX いろいろ言われているけど、まあ、UX が重要だと思うというご意見いただいたところから、じゃあちょっと対談始めやりましょうかっていう流れなんですけど、佐藤さん、まあ、そのいろいろある中で UX が大事だよねと思われている背景とか、何かそのご意見いただけないですか？はい、マジセミさんって DX のデパートみたいな感じじゃないですか。はい、はい、いろいろありますよと、はい、いっぱいセミナーやってて、だけど、参加者の立場で考えると、そのどの DX 使えばいいのかな、いっぱいあるなっていうのは分かるんですけど、多分迷ってらっしゃると思うんですよね、はい、でそこを整理してくれるようなセミナーって本当に少なくて、うん、でまあ、僕もいろいろもう半年ぐらいその DX とか言われてるけどどうなんだろうっていうので、いろいろ調べて、まあ、なんとなくやっぱりその DX って手段なんで、うん、目的である何をしたいんだっていうのをやっぱりはっきりさせないと、じゃあどの DX 使えばいいねっていうのが決まらないなっていうのが、まあ、はっきりしてきたな、僕の頭の中ではっきりしてきたっていうところですね。だからマジセミさんがそういうその、まあ、コンサルまでやるかどうか分かりませんけど、お客さんの頭の整理をするようなサービスをすると、その先の DX はいっぱい、手持ちがあるわけですから、うん、そこを紹介すればいいと、はいはい、だからマジセミさんはその DX のデパートなんだから、あとはうまくお客さんをそのお客さんが必要な DX を紹介するようなビジネスに持っていくと、ちょっと変わるんじゃないかなっていう気がしますよね。なるほど。その、まあ、DX の目的は先ほどちょっと言ったように、まあ、いくつかある中で、その中でも UX ユーザー体験がよりこう重要だよねって今佐藤さん多分感じられてるのかなと思うんですけど、そこはどういう理由ですか？いわゆるカスタマー、お客さんのユーザー体験で、例示することは比較的優しくて、まあ、この後マジセミさん題材にしてやると思うんですけど、うちの会社の場合はその
国際商品作ってるんで、その作りは必ず売れるんで、値段も相場で決まってて、うん、お客さんの顔が見えない商売なんですね、うん、まあ、製造業ってそういう側面が結構あるんだろうと思って、うん、まあ、それはそれでそのまた別途考えた時に、じゃあその製造業におけるそのユーザーですね、その UX の U ですね、これって何なんだろうと、必ずしもお客さんじゃないよねっていう考え方をして、まあ、経営者とか従業員とかそういう方向に、ユーザーの U を、考えてもいいのかなと、うん、そうすると働き方だとか経営判断の仕方だとか経営のスピードだとか、まあ、そういったところにもその UX っていうのが目標として掲げられて、それに必要な DX も決まっていくと、うん、多分そういう考え方が製造業には向いてるんじゃないかなと思うんですよね。なるほど、わかりました、ありがとうございます。じゃあ早速ちょっと UX の話に入っていきたいと思うんですが、まあ、UX とは何なのかみたいなところもちょっと話をしたいんですけど、佐藤さん どうしましょうか。もうマジセミの UX を解説しながら UX そのものも解説するみたいな感じのはいいですかね。うん、その方が早いし分かりやすいと思います。わかりました。じゃあ、先ほども言ったように今日はマジセミ の、 まあ、ユーザーの中でも、主催者側と、まあ、参加者側あるんですけど、参加者側の方にフォーカスしたいんですけど、佐藤さんどこから行けばいいですかね。マジセミの業務について少しお話ししてからのがいいですかね。あ、そうですね、はい。じゃあちょっとマジセミって、まあ、今日ご参加いただいているので、イメージしやすいところもあるかもしれませんけど、何なのっていうのをちょっとご紹介させていただくと、まあ、セミナーの運営をや集客をやってます。で、主催者側と参加者側、我々主催者側をクライアントというふうに呼んでて、参加者側をゲストと呼んでます。で、クライアント主催者側は何かしら、まあ、マジセミのテーマはもう IT なので IT の商品サービスを、宣伝したいよとか売りたいよっていうのが主催者側クライアントです。で、参加者側ゲストは、まあ、情報システム部門、ユーザー企業の情報システム部門とかシステムインテグレーターさんとか多いですけども、まあ、自社にこう何かしら自社でいろいろ課題があって IT で何か解決できないかとか、システムインテグレーターさんだったらお客様にこういうの提案したいんだけどどういう商品ツールがいいかなみたいなところで考えていらっしゃる方が、まあ、ゲストですと。で、売りたい人と買いたい人を、まあ、ウェビナーっていう場所でこうマッチングさせていくというのが本質的なマジセミのビジネスモデルにこうなっています。で、今日の議論はこの、参加者側の方ですね、なので皆さんまさにこう参加者側ですけどゲストですけども、ゲストの方ですが、もうちょっと業務について説明すると、ゲスト目線で言うと、皆さん多分メールを送られたと思うんです。私からメールが送られたと思うんです。で、まあ、何らかの形でマジセミのメーリングリストに入っていただいた方に対してメールを送ります。で、そこでおそらく興味があるなと思ったら、クリックしていただいて、まあ、告知ページ、まあ、ランディングページを見て、じゃあ参加しようという参加を申し込みをしていただくと。で、その後当日の URL だとかあとリマインドのメールが何回か行ったと思うんですね。で、今日この場にこう来ていただいたという形かと思います。まあ、その時には最初にこうブラウザの画面開いて、まあ、Zoom のボタンと、まあ、この後ご協力いただくアンケートのボタンがあったり、最近は同じテーマのセミナーに参加しませんかみたいなのをちょっと追加したりしたんですけども、まあ、そんな感じです。普通のセミナーでも大体一緒です。今日対談以外のところです。で、この後アンケートにもご協力いただくみたいな、形ですね。大体こんな流れですが、佐藤さん、こんな情報で大丈夫ですかね、議論を。そうですね。で、その時に、その、寺田さんは、マジセミっていう会社を、その社会的にどういう、役割を持ってると考えてるかとか、そのマジセミのお客さんにどういう価値を提供したいと思ってるか、そこの理念みたいなものが結構大事なんですよ。なるほど。
で、まあ、両方ですかね、クライアントとゲスト、まあ、ちょっとそこは違うんですけども、まず、ゲスト側にとってはマジセミは課題解決のセミナーにしたいと思ってるんですね。世の中セミナー溢れてますけども、結構宣伝、だけとか製品紹介のセミナーも多いと思っていて、そういうセミナーは、まあ、ちょっと、まあ、自分で参加してもつまんないとなと思うので、マジセミとしてはまずテーマとしては問題解決、何かしらゲストの方が困っていることがあってセミナーに参加してそこのヒントが得られるというふうに、まあ、したいですというのが一つですね。でもう一つは、まあ、これはセミナーをエンタメにっていう、まあ、ミッションなんですけど、まあ、エンタメ何かっていうのは毎セミの中でも日々ちょっと議論はしてるんですけど、今のところは一つの回としてはインタラクティブなウェビナーですね。で今日のウェビナーまさにそれなんですけど、参加者からこうたくさん、ご質問いただいたりとかして、そこに答えたりして、まあ、要は参加者と登壇者がこう、双方向で、対話をしていく、コミュニケーションを取っていくっていうセミナーにこうしたいですというところです。でもうちょっと上位のミッションで言うと、我々売る人と買う人、その IT 業界のこう多段階請負構造をこう減らしたいっていうのがちょっとあって、なんで売りたい人と買いたい人を、受注者と発注者を直接こうマッチングしていきたいっていうのが、もうちょっと上位のミッションとしてあるという、そんな感じです。で、例えばその今話にも少し出てきたお客さんの課題を解決するっていうところをにフォーカスを当てるとすると、その DX の技術を紹介したで終わらないはずなんですよね。はい。でそれでお客さんの課題が解決したのかなっていうところまで寄り添うとか、多分そこまではそれは難しいんですけど、でも世の中にはそういうのを、徹底的にやって絶大なるそのお客さんからの信頼を勝ち得てる会社とかもあったりするんですよね。なるほど。それがまさにこれからのビジネスなんですよ。なるほど。それはあれですか、その、マジセミは確かにそのセミナーの後はちょっとあまりできてないんですね。でセミナーのテーマ設定は、まあ、結構力を入れてて、まあ、単に製品紹介にならないようなテーマ設定を、まあ、どういかにするかみたいなところは結構ちょっと力を入れてるんですけど、確かに終わった後にどうなってるかっていうところまではちょっとやれてないですね。これはまあ一例ですけど、そのユーザーコミュニティみたいのを作って、そこでまあお客さんなりマジセミさんと交えて、まあ、例えばユーザー認証はできたんだけど、でも会社内のその DX ってそれだけじゃないんで、ユーザー認証した後にあんなシステム、こんなシステムでシステム関連系がうまくいかないとか、いろんな課題があったりとか、いやそもそもその DX で一番難しいのは組織横断でその足並みが揃わないとか、社長がはっきり物を言わないんで、その目標がブレブレで決まらないとか、その単なる一つの DX の技術を提供すれば終わるっていうもんじゃないんですよね。いろんな会社のいろんな技術とかいろんなコンサルを受けないと多分最終的な解決にはつながっていかないんで、はい、多分みんなそこでね今うろ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 してるんですよ。なるほど。それは、つまりセミナーを、まあ、課題があって解決できそうなセミナーを見つけていただいて、セミナーを受けて、まあ、そこでちょっとある程度ヒントを得ていただければとは思ってますけど、ただそれで多少ちょっと実行してみても、まあ、それだけで それだけで解決するものではなくて、まあ、他にもいろいろ周りでやらないといけないところがありますと。で、そこにまだユーザーの課題があるということですかね。そうですね。もう見てるといろんな人がほぼ その周りで単なる一つの DX 技術じゃなくて、複数の DX 技術をその駆使しようと思ってる時にいろんな問題にぶつかる。でまあよくあるのが、組織横断ですよね。その、はいはいはい、そうですね、組織横断で理念が通ってないと、ある部署は賛成するけど、はい、他の部署はうちらに メリットがないからやりたくないとか、はい、なるほど。
ちょっと一応整理っていうか少しこう立ち戻ると、今議論させていただいているのはマジゼミの、ちょっと相談をさせていただいているのですけど、それを通じてこう今日参加していただいている皆さんには、まあ、ユーザー体験とは何かみたいなところをこう考えていただくためにマジゼミをちょっと題材にしてこう議論しているという状況ですけども、佐藤さん、ちなみにその終わった後ってやっぱコミュニティなんですかね。そのどうやって誰に相談するかって問題がありますよね。はいはい。それからマジセミさんもその全部の相談に関わってられるマンパワーもあるかっていう問題もあるじゃないですか。はいはい。だからそこら辺はまあユーザーコミュニティに任せた方がある程度はいいんじゃないかなとは思いますけどね、うん、それが現実的な落としどころだろうと思いますし、実はで、うん、はいはい、コミュニティだとその忌憚のない意見って言えるじゃないですか、このサービス使ってみたけどあまり良くなかったんだけど他に何がありますかねとか、はい、マジセミさんの立場だとね、紹介したサービスがダメだったって言った時にじゃあこれがあるよっていうのは本当かいなっていう風にみんな思っちゃうと思うんだけど、だけどユーザーからだったらこれの方がいいんじゃないのって言った方はかなり説得力ありますよね、はいはい、そうですね、そうですよね。コミュニティは実は検討に上がってるんですが、まあ、正確に言うと上がってたんですけど、昨年は結構本気で考えて、最近カスタマーサクセスの文脈でそういうコミュニティを作るようなツールもあるしサービスもあるので、ちょっと話を聞いて見積もりも取って本気でこうやろうかというところまで行ったんですけど、ちょっと最後断念をしたんですが、大きな理由はコミュニティ作るのって大、まあ、作って育てていくのって大変じゃないですか。大変ですね、はい、そうですよね。なのでちょっとそこまでこうやれる自信がなかったっていうか、そういうイメージがちょっと湧かなかったんですよね。だからそこが参入障壁になるんですよまあそうですよね、そうですよね、確かにね、そうですね。でコミュニティの中で、あ、じゃあこんな技術が あるはずだから、じゃあそれのセミナー寺田さんやってよっていうふうにその話が湧き上がってきたら、はい、一番理想的な形ですよね。確かにそうですね。なるほど。ユーザーさんとしては佐藤さんだったらそういうコミュニティあったらどんどんこう発言してくれたりとかします？そうですね、はい、なるほど。じゃあちょっとその時はご相談させていただきますけど一方その 社内でなんていうんですか、そのまあ社内の調整が大変だみたいなところが話があったと思いますけど、そこで何かこう例えばまあ、セミナーの中でこういう資料があればちょっと社内の説得とかがもうちょっとうまくいくのにとか、そういうのってなんかないですか？まあ、それもだいぶ分かってきたんですけど、やっぱりトップダウンが大事なんですよ。はいはい。でトップダウンするときにちゃんと言語化することが大事で、はい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 、その会社は何を目指すんだっていうのをね、その社長さんが、はい、短い言葉で明確に言うことが必要です。でもそれってそのなかなか難しいんですよね、はい、で最近ねそういうのを助けてくれるサービスがあるっていうのが分かって、あ、面白い仕事だなとは思ったんですけど、はい、本の編集者なんですよ元はね。お、はいはい。本の編集者ってその作家が書いた言葉を読者に分かりやすくなるように編集するんですよね、はい、まさに同じようなことで、だからその編集者の人はもう本当に社長さんとマンツーマンで何時間かインタビューして話を聞いて、はいはい、何をやりたいか理解して、じゃあこういう言葉で、はい、だったら従業員に伝わるんじゃないですかっていうようなまとめ方をするのが、そういうサービスがあるらしいんですよね。なるほど。まあ、そういうことがまず大事なんだと思うんですよ。で社長がうちの会社はこっちに向かって走るんだっていうことを明確に言うと横串が通りやすいわけですよね。社長が言ってんだから、まあ、やるしかないよねみたいな感じになるわけですよね、はい
私も今何年か前から 5,6 年前からデータ解析をやり始めたんですけど、これも当時の会長がもうお金のことはあんまり気にしなくていいからとにかくやれって言い出したんですよね。はいはい、はい、だから言っただけ予算がつくんでちょっと怖いんですけど。なるほど。お金使うとちゃんとその成果を求められますんでね。だけど、はい、そういうことがあるといろんな部署がちゃんと協力してくれるんで、はい、会長が言ってた件ですって言えばそれで話が通るんでね。なるほどなるほど。でもそのやっぱり日本の企業だとトップダウンがなかなかこうやれてないっていうの多いと思うんですよ。で、まあ、その問題意識ある人は結構、まあ、現場の方だったりとかするし、まあ、セミナー参加をしていただくのも結構現場の方っていうケースもあるので、なんかボトムアップでこううまくやる方法みたいのはないんですか？技術を知ってるのはやっぱり現場の方なんですよ。その中堅の社員が今の世の中だったらこれぐらいのことができる、しかもうちの会社にフィットするフィットしないとか一番分かってるのは中堅社員なんですよね、はいはい、だけど社長さんそこまで分かってないんですよ、はい、でも理念はまあ多分あると思うんで経営者なんだから、はいはい、その理念を持ってる社長さんと技術を知ってるその中堅の人たちが、はい、議論すべきなんですよね、はいはいはい、これぐらいのことできますよとか、うちの会社はこんな風にこれぐらいのことできるはずだしやりませんかとかね、はい、でその中でじゃあそのこういう方向に走るっていうことをそのトップから決断していかないと、うん、トップのそのマインドセットを変えていかないといけなくて、はいはい、でそのマインドセットを、ね、変えるね、なんかセミナーないかな、そういうことをサービスしてる会社ないかなって探してるんですけど、うん、なかなかないっていうところですね。なるほど、なるほど。つまりその、まあ、セミナーではその、まあ、技術とかツールとかの情報は結構まあそれなりにあるので、そういう情報は収集できる、まあ、現場の方がまあ収集できたとして、それを多分、まあ、上司だとか、まあ、経営層に対して、説明をしていくと思うんですけど、その時には会社のビジョンとかにこう結びつけて、このビジョンをこう、実現するために、このミッションを実現するために、今こういうツールが必要だみたいなことを説明していかないといけないっていうことだと思うんですけど、それが難しいって話ですよね。そうですね。その経営層はそんな新しい技術多分詳しくは知らないだろうし、はい、それによってどう世界観が変わるかってことも多分ピンときてないだろうし、そこのすり合わせが多分必要なはずなんですよ、はい、そこをサポートするのに、その、まあ、セミナーで登壇するベンダーさんだったりマジセミが何かもっとこういう情報提供できるといいんだけどみたいなのってなんかないですか？まあ、そういうのが今まで聞いた中で一番まともそうだったのはボストンコンサルティンググループだったんですよね、 BCG だったんですよね。でもね、1時間ぐらいの中でそのコンサルの内容を説明するのは結構厳しいなっていうのも分かりましたし、はいはい、それからそのコンサル受けるとなると、まあ、それなりにも課題意識持ってないと、ね、高いお金払わないといけないし難しいですよね、はいはいはい、なるほど、なるほど、ありがとうございます、ちょっとここまで整理して参加者の方からご質問いただいているので、たくさんいただいてますね。ちょっと取り上げていきたいと思います。とりあえずここまで整理すると、今 UX ユーザー体験って何なのっていうのを説明をするのにマジセミを題材にしてちょっと取り上げて議論してましたと。でマジセミ の, 参加者側の立場でですね、こうユーザーとして考えたときに、まあ、参加セミナーに参加してもらうところ、参加してもらうもちろん重要だけど、そこの後でユーザーとしては課題があるから、そこが解決できればユーザー体験を向上できるんじゃないかっていう話を、まあ、いただきましたと。でその一つの案としてコミュニティっていうのがあって、これはまさにこう、まあ、デジタルで、使って解決できるんじゃないかっていう、まあ、一つ案をいただいたのと、私は、まあ、その社内調整で何かこう役に立てることがないかっていうところを今ちょっと質問していたんですけども、まあ、なんでこういうことを考えて、ユーザー体験をこう
ユーザー体験が何なのかとか、それを向上させるためにはどうすればいいのかっていうのを、考えていきましょうっていうところまでちょっと今議論してましたと。でちょっとたくさんご質問いただいてるんでちょっと取り上げていきたいと思います。新規ビジネスは狙って起こすのではなく、組み合わせを変えていった結果たまたまできる気がします。これは、最初の DX の目的のところですね、というコメントですが、これ佐藤さん何かコメントありますか？新規ビジネス、例えば今言ったようなね、その、DX の技術を紹介するだけじゃなくて、その後のアフターフォローみたいなのを狙おうとした時に、そのコミュニティ作るっていうのは一つの手段だし、それからコミュニティ作る手段もいっぱいいろいろあるん で、それはその既存の技術とか、新しい技術でもいいんですけど、そういうのいろいろ組み合わせて、チャレンジするっていうのが必要みたいですね。その、実際やられてる人の話を聞くと、例えばスラックでいいんじゃないのとか、フェイスブックでいいんじゃないのとか、いろんな意見はあると思うけど、やっぱりそういうのはやってみないとどれが一番合ってるのかとかいうのは分からないんで、そこら辺はもうやってみるしかないという気がしますね。じゃあ狙ってっていうのもあるけど、少し試行錯誤しながらっていうところも実際はあるっていうところですかね。このコミュニティっていう方向性は狙っていくんだけど、それの実現手段はいろいろあるよねってことですよね。ありがとうございます。次のご質問コメントですかね。確かに目的があっての手段、その DX の目的の話ですね。目的があっての手段ですけど、目的は様々なのでセミナーで対応するのは難しいと思いますと。 DX に必要なのは個別のコンサルティング、これはそうですね、先ほども出てきましたけど、DX、そうですね、結局コンサルが必要じゃないかっていうところですね。これは、佐藤さんも同じ意見ですね。で、ただそれにしてもコンサルったっていろいろあるじゃないですか。どのコンサル会社がどんなコンサルに強いのかとか、得意なのかとか、そういう情報は例えばマジセミさんにもしあれば、探したくなるいますよね。でそれからマジセミさん過去のセミナーを YouTube でまとめてたりもしてるじゃないですか。だからこんな DX のセミナーなかったかなとかいう検索が簡単にできるとか、コンサル頼みたいって時には、じゃあそのマジセミさんが紹介したコンサルって何社ぐらいあるのかなとか、そういうのがちゃちゃっと検索できて、しかもできれば過去動画が見れて、でそれがちょっと古いんだったら、もう寺田さんに最近はどう買ってますかっていうのを問い合わせするとかね。なるほど。そういう、ユーザーとの接点があると、今よりずっと良くなるんじゃないですかね。それも一つはコミュニティで、そういうやり取りができればより良いっていう感じですかね。もあるし、マジセミさんのサイトをそういうふうな検索を充実させるっていう方向にユーザーインターフェースを改良していくっていう手もあるわけですよね。なるほど、そうですね。ありがとうございます。そうですね、じゃあちょっと次行きましょう。問題解決のヒント取得と、課題共有期待して参加しておりますとですね、ありがとうございます。まだちょっと半分ぐらいですけども、どうでしょうか。もしこういう情報が欲しいみたいなことがあれば追加でコメントいただければと思います。次ですね、コミュニティと MS のサポートコミュニティ、マイクロソフトですかね、ヤフー知恵袋の違いってありますか。無料コミュニティの定義難しい気がします。これはどういうことかっていうと、どういうご質問ですかね。無料でコミュニティ運用するのがちょっと難しいんじゃないかっていうところですかね。ヤフー知恵袋はね、もう誰が喋ってるか、よくわからないっていうのもあるんですけど、そのメンバーをどう解放するか絞るかっていうのは確かにね、大問題なんですよ、コミュニティ作るときにね。誰でも入れるよっていうのも、どうかなっていうのもあるし、あと言って絞りすぎると寂しいコミュニティになっちゃうし、ちなみにマジセミでコミュニティ作るとしたら、佐藤さん、その実名がいいですか、匿名がいいですか。匿名でいいんじゃないですかね。
そうです、私もなんかちょっとやっぱり実名だと特にユーザー企業さんなかなか発言しづらいのかなと思ったんで、うん、ありがとうございます。次ですね、ユーザーコミュニティは良いと思います。誰かの役に立ちたい人もいるし、それをビジネスチャンスにしたい人もいると思います。ありがとうございます。あと、まあそうですね、はい、ありがとうございます。次ですね、現場をは実態をよく分かっていますが、効率化で作業なくした後の、夢が描けないと仕事がなくなるんで沈んでしまう。ここでトップから夢を語ってもらう必要が出てきます。まあそうですよね、効率化した後に、どうするかみたいなところはもちろん語っていかないといけないですよね。人が減らしますみたいなことだってはないと思うので、まあ本質的な問題は佐藤さん、やっぱりそのトップがそういったそのまあここで言う夢を語れないとか、あの IT とか技術もう少し分かってもらって、あの現場の人と会話がちゃんとできるとかっていうあたりにもありそうな気がしますけども。そうですね、うん、まあ、そうですよね、なかなかちょっと難しいところですよね。次ですね、今回の話はトップ層とボトム層によって役割のあり方が大きく変わってくる印象です。つまり企業における DX 推進担当の役割の一つは、トップ層、ボトム層、ミドル層がそれぞれの望ましい形になるように導くことになりますでしょうか。これはどうですか、 DX 推進担当の役割は、まあ、そういったその社内のコミュニケーションがちゃんとできるようにみたいなことってやっぱあるんですかね。そうありますね。そのやっぱりその例えば改善から始まってもいいし、それから変革を望む意見が上がってきてもいいんですけど、まあ、そういうそのあれもやりたい、これもやりたい、これができるとかいう話が、まあ、上がってくるのはまあ最低限必要ですよね。でだけど最終的にじゃあこれを選ぶと、こっちの方向に走るってトップがちゃんと言わないといけないですよね。ありがとうございます。あ、またご質問いただきました。ユーザーコミュニティは匿名でありながら個々のプロフィールが分かると良いと思いますか。ここにどんなセミナーが出ているとか。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃちょっと議論に戻ると、一応あのごめんなさい、参加者の皆さんももういろいろあのマジセミについてのコメントいただいて、あのとても嬉しいんですけど、あの UX って何とか、皆さんの会社にこうあのユーザー体験 を変える、向上させるにはどうすればいいかみたいなところもあの少しちょっと考えていただいて、あの質問をいただけるとですねいいかなと思います。で佐藤さん、ちょっとじゃあマジセミのもう少し続きに戻りますけども、セミナー参加してそれだけだと解決できないところがあって、どう解決するかってところでコミュニティが出てきましたけど、やっぱ他になんかコミュニティ以外に何か ありますかね。あ、コミュニティ以外、まあその以外となるともあとコンサルぐらいしか思い浮かばないんですけどね。なるほど。コミュニティってみんなこう参加してくれますかね。まあ最初はやっぱしそのコアになる人が何人かいて、はい、有効な情報を出していかないとなかなか人は根付かないとは思うんですけど、はい、まあ、例えば荒れないコミュニティにするには、参加登録はもう実名で会社もちゃんと明らかにして、だから寺田さんはそれをちゃんと全部見れると、はい、あ、はいはい、コミュニティの中は匿名でいいんだけど、はい、メンバー同士は誰だか分かんないんだけど、はい、でもちゃんと寺田さんはこれどこの誰が喋ってるのか分かってくからねっていうね、うん、そういうのがあると変なこと喋んないじゃないですか、はいはい、そういう管理っていうかね、そのプレッシャーみたいなものはあるといいし、そういうコミュニティってねまだあんまりないような気がしますよね。なるほどなるほど。なんかスラックでこの前ちょっと見つけたんですけど、そのユーザー企業さん中心 あのスラックのコミュニティがあったりしたんですけど、ご存知ですか、ね、ちょっとすぐ出てこない。僕もまあ、セミナー受けた時にそのセミナー主催者がいきなりスラックのを立ち上げて、
参加者ここに参加してくださいって言って、はい、以後スラックで連絡しますとか、はい、まあ、そういうふうにやったところはありますね。でなんかすごく分かりにくい場所で、そのあのウェブじゃなくてリアルのセミナーだったんですけど、あ、はいはい、なかなか行きつけない人が続出しててそれ全部スラックの上で、あの ここですよとか、みんないろんなアドバイスして、あの導いてましたけどね。なるほど。ちなみにコミュニティ作るとしたら、ツールは、まあ、ウェブでやるのがいいんですかね。それだ、ちょっともうせっかくなんで共有しよう。まあ、スラックでもいいし、フェイスブックでもいいし、まあ、スラックが、まあ、比較的使いやすいかなって気がしますけどね。上司スラックというのがあって、4000名超える参加者。へえ、はい。っていうのがあったりしますね。これも私も あんまり、あの、活動はしてないですけど、一応参加だけしてて、結構それなりに日に何個かコメントが あるみたいなことはあります。最近ね、ポチポチ活動が見られるのは LINE のコミュニティがあって、はい、AI エンジニアデータサイエンティストかな、うん、今653名入ってて、はい、でデータ解析やって、こんな変な結果が出たんだけどどこが間違ってますかとかね、専門があって、で専門からここチェックしたとかね、ここ間違ってないとか、そういうのは非常に活発に、誰かその発言すると50個ぐらいブワーッとあの反応があったりしますね。すごいですね。なるほど、なるほど。分かりました。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、一旦断念したけど、もう一回ちょっとなんかチャレンジしたい気持ちになってきました。ありがとうございます。他に何かマジセミの UX で、佐藤さんからなんかコメント、アドバイスありますか？そのユーザーの課題解決に、そのどこからどこまで付き添うかっていう、そこの設計がまず大事ですよね。はいはい。で最初はその検索から始まるのかもしれないけど、はい、検索で見つけて過去動画見るなり、新しいセミナーに参加するなり、はい、でコミュニティはその参加した後のサポート、はい、で今そのマーケティング 5.0 で言われてるのも、アフターサポートをどこまでやるかっていう、でそこで どれだけ寄り添うかによって、その顧客満足度が変わってくるってことが言われててね、はい、でそれがまた新しいお客さんにつながっていくわけ で、はい、でこれこはね、あのまさにまだ未開拓というか、うん、どこまでやればいいんだろうっていうのは本当によく分かってないところですよね。なるほど。ちなみにちょっと今やろうかなと思ってることの一つが、あのセミナー終わった後にこう、まあ、そこで紹介する、まあ、プロダクトが、まあ、通常あるんですけど、そこだけじゃなくて、あの他社のプロダクトも含めたあの比較表を、提供できるようにしたいと思ってるんですけど。あ、いいですね、それね。それ見たいですよね。いいですかね。まあ、その正直その比較表ってかなり難しいので、うん、あのどこまでこう、お役に立てる情報が盛り込められるかっていうのもあるんですが、ただまあ何らか比較表あると多分社内での説明とかが結構やりやすくなるのかなと思っていて、あの比較表を見た時に、僕が見た時にまず気になるのは、どういう項目で比較してるかなんですよ。そうですよね、はいはい。でそれは使ったことがある人じゃないと、はい、あの使ったことがあるからこそその項目が違うよって気づいてるわけで、はい、あの初めて見る人は何を比較すればいいかがわからないところから始まるんですよね、はい、そうですね。だからどんな比較表でも見たくなりますよ。あ、どんな比較表で、なるほどなるほど。そうそうそう、その項目がどんな項目を挙げてるかっていうことからまず気になるんで。なるほど、わかりました。ちょっとなかなか難しいんですけど、今ちょっと考え中ですね。はい、ありがとうございます。今コメントをいただきました。過去のセミナー、未来のセミナー、目的別に整理してあるといいですね。
引きのみたいな仕組みを使って、なるほど、ありがとうございます。アーカイブ結構真面目あるんですけど、まあちょっとまあそもそもウェブがごめんなさい、あんまりこういけてなくて、でちょっとカテゴリーがまずいけてないのでちょっと見にくくなってるんですけど、確か今やろうとしてるのはカテゴリーを整理して検索をしやすくしたりとか、まあ、類似のテーマが探しやすくしたりっていうのはやらないといけないかなと思ってるんですけど、まあ、それにカテゴリーにとらわれず、なんかウィキみたいに、まあ、私何かこう選んでこう整理していくっていうのは確かにいいかもしれないです。まあ、こういう時はこういうふうに考えた方がいいよとか、こんなツールがあるよっていうのを、うん、ストーリー仕立てでまとめてると楽ですよね。うちもメディアウィキっていうウィキペディアみたいなやつのオープンソースのやつを社内に立てて、はい、で社内で、こういう時はこうしたらいいよっていうのをもういっぱい書き連ねてますね。はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃあですね、ちょっとマチセミのお話をたくさんしていただいたんで、ちょっとその製造業の UX っていうところにちょっと話を移していきたいんですけど、佐藤さんいいですか？はい。で、まずじゃあ、せっかくなので、住友金属鉱山さんの、今、佐藤さんお考えのちょっと UX も少しご紹介していただけないですか？はい。これ画面共有使えますかね？はい、はい、使います。よいしょ。画面出ましたでしょうか？出ました。はい、パワーポイントの絵出てますかね？あ、出てます。はい、あれ、カーソルどこ行っちゃったかな。 あったあった。今プレゼンテーションモードでちゃんと出てますかね？プレゼンテーションのその、プレゼンスピーカー発表者モードのやつですかね？の画面になっちゃってます。あ、はいはいはい、じゃあプレゼンテーションにしないでやりますかね。はい、大丈夫。はい、このままで。で、まあ、ここら辺はちょっと省略して、まあ、製造業のその UX をどう考えるかっていうんで、まあ、これはまあ、外部発表もしたやつなんですが、まあ、UX って言われてるんですけど、UX のユーザーって誰っていうところに、まず、つまずくんですよね。で、ここでは今一般的にはそのカスタマーエクスペリエンスのカスタマーの CX を考えることが多いんですが、まあ、製造業の場合、まあ、先ほど申し上げましたように、うちの会社はあんまりお客さんの顔見えない会社なんで、その場合はその EX とか OX とかエンプロイーとかオフィサーを対象として考えませんかと。で、そうしたらその社員の働き方がより自由に効率的になるようなDX をやりませんかとか、経営層の判断がより早く的確になる方向の DX を目指すと、例えば、KPI をシステム化して、そのもう時々刻々とその KPI が変化していく様子がシステム的に追えるようにすることは、まあ、今の DX を使えば、できるわけで、まあ、それなりの投資は必要なんですが、でもそうした方が、その経営層の判断を判断が間違ってるとか、すごく思った以上にイケてたとか、そういうのが、時々刻々と分かるわけですよね。なるほどなるほど。なるほど。それから、まあ、デジタル技術でその時空を超えるっていう、まあ、言い方をしたんですけど、まあ過去のことはデータベースにデータをいっぱい貯めときゃ過去は振り返れるわけで。はい。で、データ解析でそのモデルを作ると近未来は予測できるんですよね。はいはい、今までだいたいこうだったんだから、まあ、多分この先もこんな風になるでしょっていうのが、まあ、長い未来ほど怪しくなってくるんですけど、ちょっと先だったら過去の経験に基づいた物言いができる技術がデータ解析なんで、はい、それからまあリモートを使えば空間を超えて、うちの会社には海外にも工場があるんですが、もうリモートで、サービス提供やってたりもしますんで、はい、まあその時間と空間をデジタル技術で超えられるんで、まあ、そういう前提で考えた時に、いろんな、はい、今までやってなかっただけどやれることはいっぱいあるよねっていう言い方ができると思うんですね。はい、なるほどなるほど。
このデータ解析とか IoT でその、時間を超えたりとか空間を超えたりっていうのは要は手段っていうことですかね。それをそうですね。でその目的はその働き方を自由にするとか経営の判断を的確に、はいはい、早く的確にするっていうのが目的。なるほど。そのために手段として、時空を超えるっていう DX があるよねっていう立て付けですね。なるほどなるほど。最初にDX のゴールが何かみたいな議論を少しだけしましたけど、そこにもこう働き方みたいな話ありましたけど、まあ、そういうのも含めて、つまりその誰のためのっていうところを、まあ、エンドユーザーに限らず、社員だとか経営者みたいなところに少し拡大して考えれば、なんていうんですかね、社員が働きやすくなるようにとか、経営者が経営判断しやすくなるようにとか、まあ、そういうのも含めて、UX が重要だよねっていう、まあ、そういう理解ですかね。そうですね。そうすると、まあ、ほぼすべての製造業にこの言い方は当てはまるんじゃないかなと思うんですね。なるほど、なるほど。まあ、あれですよね、製造業は、エンドユーザーに直接こう提供している会社ばかりではないのでっていうことですよね。そうですそうです。はいはい、なるほどなるほど、ありがとうございます。で、はい、まあ、これ最後なんですけど、その、はい、そのやっぱり、まあ、これも先ほど申し上げましたように、経営者と技術者が相談して、落としどころを探すっていう、うん、ステップが必ず必要なんですよ。はい、でもこれやってる会社ね、あんまりないと思いますね、まだまだ。うん、それからその2つ目に、その明文化するのが大事だと。これ先ほど編集者の力を借りてっていうのと同じ文脈なんですけど、はい、なかなかね、明確な言葉による説明って一筋縄ではできないんですよね。はいはい。社長さんにそれを全部ね、その背負わせるのはね、なかなか大変なんで、まあ、助けてあげる必要はあるんだろうなっていうのは感じてます。3つ目は、まあ、今うちの会社でもまあこういうこと今進めてるんですけど、その DX、 この DX やるぞと。それから1つじゃないんですよね、その2つ3つ4つ いっぱい DX の技術を取り入れていくことになるんですけど、はい、それぞれがその整合してないといけないわけで、そこにはポリシーがやっぱり必要になってくるんですよね。はいはい。その IoT のポリシーとデータベースに保存するところのポリシーだとか、ウェブで参照するところのポリシーとか、そこがちゃんと整合してないと、その IoT でデータ取りゃいいんでしょ、データベースで貯めりゃいいんでしょ、なんか見れりゃいいんでしょって言うと、まあ、はい、多分そのままだと使いにくい、ことになっちゃうんで、はいはい、もう一体何をどう見たいんだっていうことを、そのための IoT とか、データベースとかウェブなんだよっていうのをちゃんとポリシーを組み立てていかないといけないんですね。まあ、ここでもやっぱり明文化が必要だと。なるほど。まあ、システムインテグレーターさんはそこら辺は多分ピンとくるはずなんですよね。はい、DX まで決まればね。はい、その UX の明文化っていうのは文章なんですか、やっぱり文章を書くイメージですか。もう例えばまあ、できるだけ短いワードがいいと思うんですけど、うん、例えばその先ほどのマジセミさんの例で言うと、そのユーザーの課題に、まあ、サポートしていくとか寄り添うとか、はいはいはい、まあ、本当はどこまで寄り添うとかね、あ、そうです、言えれば、はい、もっとはっきりしますよね。そうですね。だから、まあ、理念とかミッションよりもうちょっと解像度が高いようなイメージですかね。そうなんです、そうなんです。これ2段階か3段階ぐらいに言葉を落としていかないと、実際の技術者まで、技術者が勘違いしかねないんで、はい、で一番最下層は今言ったそのポリシーみたいなことになっていくと思うんですよね。うん、なるほどなるほど、分かりました、ありがとうございます。まあ、今のお話は、まあ、製造業の場合は、まあ、直接エンドユーザーに、納品してないケースもあるので、まあ、一つの考え方として従業員と経営者っていうのをユーザーとして、
そこに対する、まあ、UX っていうのを考えるっていうやり方があるよねって話と、まあ、あの佐藤さんのところはこういうタブを考えて今やられてるっていうことだというふうに理解をしました。で、ちょっと先に一旦質問コメントいただいてるのでちょっと取り上げていきたいと思います。 UX を考えるとき、なんとなくユーザー像やユーザーの欲しいものは固定観念にとらわれてありきたりなものになってしまう印象ですと。複数人で考えると特に。なるほど。 UX の U はさまざまなパターンが考えられるとのことでしたが、そのあたりの柔軟性はどのように進められたのでしょうかというご質問ですが、佐藤さんいかがですか。今のは下から何番目ですかね。一番下ですね。一番下ですね。はいはい。あ、はいはいはい、確かにそのまあ UX 考えるときに、じゃあどういうユーザー体験が望ましいのかっていうふうに考えると、まあ、ありきたりのものになってしまいがちだっていうコメントですね。その体験っていうところが今まであんまり語られてきてなかったところじゃないかなとは思うんですけどね、はい、その単にサービスを受けるとか、でもサービスを受けてその人がどういう気持ちになるかとか、はい、その時に何があったらもっと感動するのかとか、はいはい、そういったところはまさに今語られ始めたというか、なるほど、分析され始めてるところだと思うんですよね。つまりは今まではものとかサービスを、まあ、受け取るところとか、まあ、もしかしたらそれを使うっていうぐらいまでは考えられたとしても、じゃあそのもうちょっと長いスパンでどういう、まあ、体験だとかユーザーがどういう課題があるのかとか、まあ、もしくはそれがサービスが届けられる、ま、前の過程でどうなるかっていうところまでちょっと広げて考えた方がいいよねって話ですかね。さっきのセミの話だと、まあ、セミナーを、まあ、我々もやっぱりセミナーを、まあ、聞いていただくっていうところがやっぱり一つのゴールみたいにこう思っちゃってるとかも正直あるんですけど、そうじゃなくてそこをセミナー受けた後にどうなのかっていうところまでちょっと考えた方がいいですよっていう、まあ、さっきの話でしたよね。そうですね。あと 2,3 年前から言われているのは、まあ、これはカスタマーの話になるんですけど、そのいろんなサービスを提案することはいいんですけど、それは時と場合によってうざいわけですから、ユーザーにとってみて、はい、だから適切なタイミングで提案するべきなんですよね、はいはいはい、でも適切なタイミングって非常に難しくて、だからアプリをいっぱいみんな作るんですよ、はいはい、アプリを作ってそれを携帯の中に仕込んで、はい、お客さんが今どういう状態にあるかっていうタイミングを取ろうとしてるんですよね、はいはい、まあ、今そこの戦いだと思いますね。なるほどなるほど、なるほど、まあ、でも逆に言うとそういうアプリだとか、まあ、IoT とかがあってそういうタイミングも測れるようになってきたっていう。そうです、でもあるわけですね。ええ、分かりました、ありがとうございます。ご質問いただいて、うん、はい、何を提供するっていうよりはいつ提供するんだっていう方がお客さんの価値体験に大きな影響を与えると。そうですね、ありがとうございます。まあ、そういうところを考えれば、まあ、あまり今までありきたりなものじゃなくて今まで議論できてなかったところも少し発想を広げて考えられるんじゃないかっていうことですね。そうですね、はい、ございます。参加者の皆さんも、どんどんまたご質問いただければというふうに思います。佐藤さん、もう少し製造業の DX、UX をちょっとお伺いしたいんですけど、まあ、マジセミも、はいはい、ちょっとこれから少し製造業のセミナーを増やしていきたいと思っているんですけど、なのでちょっといろいろ製造業 のことをいろいろ勉強したいと思ってるんですけど、確かに何ですか、なかなかこうエンドユーザーに直接納品することではものではないんですけど、まあ、部品として、納品をしたりだとか、例えば設備を、まあ、納品したりすることもあるじゃないですか。例えばファクトリーオートメーションとか のセミナーって毎セミでは最近ちょっと多くやってるんですけど、はいはい、まあ、工場にこう設備を納品したりとかするんで、まあ、そういう場合はシンプルに工場の人がどういうユーザー体験を求めてるかみたいなことを考えていけばいいってことですか。
なんですけど、その、まあ、そこら辺で言うと今一番課題として考えてるのは、感じてるのは、そのやっぱりデータを取りたいわけですよ、装置から、はい、だけど工場にはいろんなメーカーの装置が入ってくるんで、はいはいはい、その統一したデータの取り方ってまあできないんですよね、はいはい、だから本当は、まあ、ここ本当は SI さんの頑張る城がいっぱいあるところなんですけど、まあ、その業界標準でもいいからこんな風にデータが標準的に取れますよとか、まあ、あの半導体業界ではね、その CAN とかいろいろありますけども、はい、それがじゃあ世の中の全ての装置に入ってるわけでもないし、はい、あそこまでかっちりやる必要もないんで、はい、まあ、そこら辺そのメーカーが違う装置からいかにデータをあの似たようなあの解像度で とにかく時間だけじゃなくてロットをどう管理するかっていうのは非常に難しいんですけど、はい、でもロット単位でデータをちゃんと取っていかないと後で解析できないんで、はい、そのデータ解析をするっていう前提でデータを取るっていう設計が、はい、製造装置に今後はもうすごく大事になるはずなんですね、はいはい、だけど製造装置を作ってる人はね、そこまで考えてない。なるほど。それはあれですか、そのまあフォーマットとかプロトコルの問題ですか。もあるし、そもそもそのデータが十分取れない。例えばあの僕らがそのいろんなその製造装置メーカーに、まあ、たまに要求することは、例えば、はい、入ってきたものにシリアルナンバー振ってくれと、1個目が入ってきた、はい、2個目が入ってきたと、それをセンサーのデータと、はい、その何個目の製品の、はい、どのセンサーの値だよっていうのが分かるように、はい、ちゃんと識別紙をつけてね、はいはいはい、そうしないと後からじゃ分からなくなっちゃうんで、はいはい、それからたまにはその装置で変なことが起きて、例えばジャムって物が出なくなって、はい、人が手当てして取り出したりするんですよね、はい、でそうすると100個入ったんだけど99個しか出てないなんてことは、まあ、はい、よくある話なんです、はいはいはい、でもその時にその100個入って99個出て、で測定値がいっぱいあるんだけど、それはどれのやつとかね、はい、その1個途中で物が抜き出されても、はい、その関係がちゃんと崩れないようなデータの取り方だとか、はい、出てほしいんですけど、はい、まあそれがやれてる装置はまあ見たことがないですね。なるほど。それはでもその多分今後、まあ、ファクトリーオートメーションとか IoT とかいろいろこう進む中で、まあ、ユーザーだとかシステムデータから要求が多分増えるので、まあ、時間が解決してくれないですか。実際に今起きているのはもうすでに工場に今言ったようなイケてない装置がいっぱい山のようにあるんですよ。なるほど、今のやつですね。今のやつと、でせめて新しく入るやつはイケてる仕様にしたいと思うし、はい、古い装置もどうやって改造してイケてる仕様にするかっていう問題もあって、はい、でそれからこれからそのデータ収集とデータ解析のシステムを作るんでしょうから、はい、だそれの基本的なシステム要件をどうするかっていうのは、これかなりきっちり最初からやらないといけないんですよね。ここはいっぱいビジネスチャンスがあります。まあ、技術的にも結構難しそうなところではありますよね。なんかそのプロトコルもいろいろあるっていう話はまあ聞いてて、そこをあのインターフェースするのツールはまあると聞いてて、まあ、マイセミでもそれはちょっと紹介したことあるんですけども、うん、そもそものデータもあのちょっといけてないって感じですね。そうなんです、まあ、通信のプロトコルはね、すでにモードバスとかいろんなあのものがあるんで、それは既存のやつでもいいんですけど、その通信プロトコルで何を運ぶか、はい、そこの中身の設計ですね。なるほど、ありがとうございます。他にあの製造業の DX でこう難しいところってありますか。あとね、その KPI が、 KPI って全然新しくない話なんですけど、まあ、どれだけちゃんとやってるかっていうと、まあ結構怪しいっすよね。製造業の中で KPI どれだけきっちりやってるのかなと。
まあ確かにね、大変なんですよ。その KPI が自動的にその数値で更新されていくようにするには IoT きっちりやらないといけないんで、はい、で IoT って結構お金かかりますからね。はいはい。大体どういう KPI が多いんですか？まあ最終的には営利会社なんだから利益が、はい、どう増えたか減ったかっていうところに、はいはい、結びつく KPI であるべきですよね。はいはい。でそれには原材料がどんだけ入ってきたかとか、はい、どんだけロスったかとか、製品がどんだけできたかとか、まあ、全部絡んでくるわけで、はい、だから在庫の管理も大変、はいはい、で在庫っていうのは、はい、そういうデータを集めきって、管理しなきゃいけなくて、はい、で特に在庫なんて いつの間にか1年とか何年か経つと不良在庫で廃棄してロスになったりするわけじゃないですか。うん。でもそれって廃棄するまでロスになってないから資産になってるわけで、うん、だけど KPI 的にはもう毎月毎月減価償却してもいいぐらい、そういう計算してもいいはずですよね。うん。なるほど。不良在庫に向かってどんどん突き進んでるわけですから、うん、まあ当たり前の話ですけど、そうやってデータを集めるだけじゃなくて KPI を設定するだけでもなくて、それをどうコントロールしていくかっていうところを考えていかないといけないわけです。あ、そう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 。これを増やすためにはどうすればいいかみたいな、うん、そうで今 IoT がだいぶ進んできたんで、この本当に意味のある KPI が自動的に走ることができるようになりつつある時代のはずなんですよ。はいはいはい。だから KPI っていうその技は決して新しくないし、もう古びてるかもしれないんですけど、それを本当に実行力のあるものに今できる時代になってきたんですよね。はい、それってまあ普通の工場だとこういう KPI にすべきだとか、そういうのっていうのはなんかあるんですか？あ、もうそれはもう財務諸表的なところでエクセルでみんなやってるはずなんですよ。ああ、なるほどなるほど。それをシステム化すればいいだけで、毎週とか毎月で月報作ってますよね、はいはい、製品何本作りましたとか、はい、何本お金使いましたとか、何本売り上げ上がりましたとか、はい、それをシステム化するだけなんですよ。うん。でもそこが結構できてないっていうことですか？そう、結局エクセルに人が手で打ってたりするんですよね。あ、そうすると遅れるし間違うし、はい、っていう事態が発生して、はい、で経営者が気づくのはだいぶ先っていうことになったりするんですよね。うん、ありがとうございます。今ご質問いただいたんでちょっと取り上げていきたいと思います。ユーザーの常識が明文化されないと暗黙知の情報はシステムの仕様として表面化しませんと。自社でやるのが効率的となったとき内製化に向かう気がします。 DX は、企業規模の制約を縮小またはなくしてしまうと思われます。これは内製化に向かうというのは僕もそう思いますね。はいはい。でその先の企業の規模の制約を縮小、要は小さい会社でも、DX やれるよっていうことですかね。なるほど。それはそうだと思いますね。まあ、そうですよね。はい。まあいろいろ環境は整ってきてると思うので、はい、ありがとうございます。皆さん、コメント、ご質問ですね、いただければと思います。製造業 DX だとか、皆さんの会社 の UX についての、まあ、ご質問とかです、ね、悩みとか課題でも構わないので、いただければと思います。佐藤さんはもう一つ、ちょっと今日お伺いしたいと思ってたんですけど、その、まあ、製造業の DX とか UX の文脈で、カーボンニュートラルの話は、はいはいはい、どういうふうに今後なっていきますか？まあ、うちの会社はもうすでにそのどれだけカーボン排出 CO2 出してるかとかもう集計は始まってるんですけど。あ、そうですか。やってます。大まかに言うと、例えばどんだけ石炭買ってんですか、どんだけ石油買いましたかで多分それみんな CO2 になっちゃってるんで、うん、
買った量で見るとトータルで、まあ、分かるわけですよ、うん、であとは製品を出してるから、その製品にどう安分して割り当てるかって、まあ、それはそんなに難しくないんですけど、うん、問題なのはその部品とか中間加工品を買った時に、はい、そこにどんだけ CO2 排出が絡んでるんですかっていうところなんですよね。はいはい、でそれはその部品を売った会社に聞かないと分かんないんで、はいはいはい、そこの会社がちゃんとやってくれてるかっていう問題があって、はい、まあ、かなり怪しくなってくるんですよ、そこら辺はね。でもそれが今後求められてくるってことですよね。そうそう、だからある程度の大きな会社はもうやらざるを得ないんですけど、はい、小さな会社がどこまでやるかっていうのは怪しいっすよね、うん、そうですね、はい、ね。だからそこら辺はまあ、なんか経産省はそういう標準データベース作ろうとしてるみたいですけどね、噂ではね。あ、こういう部品だったらこれぐらい CO2 が、そう、うん、例えば鉄鋼が1キロ1トンだったらこれにはだいたい日本の鉄だったら、ね、何キログラムの CO2 排出になってますよとかね、はいはい、アルミニウムだったらこうですよとかね、はい、でもだんだん加工品素材だったら、まあ、まだ分かるんですけど、はい、特殊な例えばそうだな、まあ、ある程度組み立てられちゃったものはなかなか難しいですよね。経産省もそこまでデータベース作れないでしょうし、はい、まあ、そこら辺は面倒くさいとこですね。だからそこら辺を ビジネスチャンスだと思ってるところは会社はあるんじゃないかなと思ってます。あ、そうですよね、はい、うん、で、まあ、それは今その認識の CO2 排出をちゃんと計算するっていうところなんですけど、まあ、もう一個は、はい、減らすとか、はい、もしくはカーボンオフセットをするっていうのも必要で、それも実はやってます、まあ、やってるというか今一番それが忙しいというか。なるほどありがとうございます。はい、ちょっとまた別の機会でそんな話ももうちょっと詳しくお伺いできればと思います。はい、じゃあ、ちょっとそろそろ時間も近づいてきたので、作者の皆さんもしご質問あればですね、引き続きご質問いただければと思いますが、ちょっとここまでのところ一旦整理をさせていただくと、まあ、今日 DX のゴール何なのかって話をまあしていきましたと。で、まあ、UX が重要だねっていう中で、じゃあ UX って何っていうのをちょっと皆様にもイメージを持っていただくために、マジセミを題材にしてですね、まあ、じゃあマジセミのユーザー体験って何なのか、まあ、それをじゃあデジタルでどう改善できるのみたいな話をしていきました。で、皆様にも結構ご意見いただきましてありがとうございます。で、最後ですね、製造業における、UX ってどんなあるのかとか、まあ、で製造業はその最終のエンドユーザーにですね、納品しないケースもあるので、そこだけではなくて、エンドユーザーだけにとらわれず、まあ、経営者とか従業員もユーザーと見立てて、考えるとうまくいくんじゃないかということで、佐藤さんとかそういうふうにやってますという話をいただきました。で、まあ、そこが私個人的には非常にちょっと腹落ちして、そうするとこれが、まあ、生産性向上とか働き方とか、まあ、全て UX というふうにまあ、置き換えられるなというふうに思ったので、まあ、非常に腹落ちしたところですね。はい、ありがとうございます。今コメントいただきました。製造業 CX というと三見のメビーですかね。あれすごいですよね。はい、が思い起こされました。はい、コメントいただきましたありがとうございます。じゃあ佐藤さん、今日はお忙しい中ありがとうございました。ですね、まあ、UX テーマにディスカッションさせていただきましたけども、最後に参加者の皆さんにメッセージがあればお願いします。はい、まあ、本日はありがとうございました。まあ、こんな風にその登壇することは最近、まあ、ちょくちょくあるんですが、まあ、登壇しているとですね、まあ、今回はリモートだから違うんですけど、リアルな登壇だと他の登壇者と、お話できて、本当のとこどうなのとか、なんでうまくいったのとか、まあ、そういうのが聞けるのが楽しいんですよね。だから皆さんもぜひ登壇する側に、回って、お話を聞かせていただければ
面白いかなと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。もし登壇者の方で今日見て対談で出たいよって方がいたらぜひお問い合わせいただければと思います。それではですね、ちょうど時間になりましたので、今日のですね対談は以上になります。次回先ほどご案内したように4月12日に、やりますのでまたぜひご参加ください。また日々のですね通常のマジセミもぜひご参加いただければというふうに思います。では今日もですね、遅い時間までありがとうございました。佐藤さんどうもありがとうございます。またカーボンニュートラルの話とかもまたお伺いしたいと思いますのでぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では今日は以上になります。皆さんありがとうございました。またよろしくお願いします。